はい、どうも、ショイティビです。はい、お願いします。はい、本日皆さん何の日か分かるでしょうか。本日は、翔平 TV 30歳の誕生日です。ありがとうございます。まあ、いろいろあったっていう話とか、まあ、目標とか、まあ、今後の話とかしていきたいんですけど、まあ、手短にね、10分ちょっとぐらいで終わらせたいと思います。動画の最後の方にちょっと告知とか、サプライズとかあるんで、見てほしいので、最後まで、お願いします。はい、というわけで、30歳になったってことで、まあ、20代は本当にいい出会いと別れが多い素晴らしい20代でした。で、やっぱり20代が僕の YouTube の始まりなんで、昔の苦労話とかいろいろしたいんですけど、まあ、時間がないんで今後おいおい話していきたいと思うんですけど、まあ、向こうさんと出会って YouTube を始めて、大井くんと会って、でそこから YouTube 本格的にコラボしてもらったりして、まあ、なんとかね、1000人行ってとか2000人行って3000人行ってとかバーってやって、でもうすぐ1万人行くんですよね。はい、で本当に今年中には1万人行くかなとは思ってるんですけど、1万人行ったら良平からのデサントのグローブ、公式用のグローブプレゼントするんで、はい、毎日動画見てほしいなと思います。まあ今日から30代ということで、まあいろいろ自覚を持ってね、さらに自覚を持って、行動していきたいと思います。仕事もありますし、YouTube の方も、まあ時期1万人を超えて、プラス、もう今、入間だし、狭山だし、職場は。なんで、入間、狭山ら辺をこう盛り上げていくのもいいのかなと思って、モンタナさんとタッグを組んで、今後やろうかなっていうふうに思ってるんで、そこもまあ、入間の魅力とかね、お伝えできればと思っております。そしてまあ、本当一番言いたいのはやっぱり皆さん、見てくれてる皆さんに本当に感謝の言葉を本当に、お伝えしなきゃいけないと思ってますんで、本当にもう今500本か600本ぐらいは動画出してるんですけど、本当にそれまで昔から、まあ昔から見てくれてるはずなんですよ、きっと。まあ昔からね、見てない人は昔からね、古い順にしてこう動画見てほしいんですけど、いろいろやっぱ学んで勉強してやってきてはいるんで、多少成長したかなーっていう気はしてます。はい、でも本当にもう皆さんのおかげでここまで来れたんで、本当にありがとうございます。いや本当にありがたい。はい、でまあ良平も大井くんまだ26歳だし、まだ若いんですけど、まあ彼らの模範になるような行動をしていきたいと思います。これからも取材とか、レビューとか、普通に楽しく野球やってる撮影だったり、まあコラボだったり、まあ視聴者さん入れての撮影だったり全然やるんで、はい、もし機会があれば、翔平ズにも、翔平 TV イベント紅白戦にも、足運んでもらえたらなと思います。はい、もう大阪とか、岐阜から来てる、人もいますし、まあ今後とも翔平TV の応援の方はよろしくお願いします。はい、でまあ今年は女子野球で言えば加藤優さんが現役引退したりとか、阪神タイガースウーマンがこう設立したりとか、まあ、そう昨年はね西武ライオンズレディースかとか、まあ、NPB がこう女子野球の方を支援するっていうのも活動もありますし、まあ、女子プロ野球がなくなっちゃったっていうのもあったりとか、いろんなことがある2021年、であとオリンピックもか、オリンピック日本が金メダルと、いろんな本当にこういいこともあれば悪いこともあって、本当に野球これから盛り上がるんじゃないかなとすげえ思ってるんで、その盛り上がりをこうさらにね加速させれるように、翔平 TV の方でも僕と良平と映画と、はい、頑張っていきたいと思います。はい、まあ本当に感謝しかないね。本当4年、5年とか、マジで YouTube 続くと思ってなくて、だいたいさ、興味本位で YouTube 始めた人って、意外となんかちょっとしたらもう挫折しちゃう人が結構多いと思うんですよ。なかなか登録が伸びないな、再生伸びないなって言って、やめちゃう人も結構いると思うんですけど、まあ、それでも今、YouTube やられてる方もたくさん見てますし、もうすぐ1000人だって言ってしまいますし、いや本当そういう継続力はすごいなっていうふうに思います。僕もその、皆さんに負けないように、今後頑張りますんで、応援の方よろしくお願いします。はい、でまあ冒頭で言ったんですけど、まあプレゼントの話ですね。
あのモンタナさんがインスタ3000人突破したら源田モデルの軟式をプレゼントしますっていう風に言ってるんですけど、すいません、ちょっと勝手なことしていいですか、勝手なことしていいですかね。はい、モンタナさんのインスタのフォロワー2000人いったらプレゼントっていう感じにしましょうか。はい、今何人ですか。今もう多分ね、もうあと数人で2000人いくと思うんですよ。今多分多分動画の概要欄貼ってあると思うんですけど、見てもらって、多分ね、もうね、2000人いくと思うんですよ。2000人突破したら、その後後日動画出しますんで、突破ということで、源田モデルのグローブプレゼントしたいと思います、っていうね、サプライズでした。本当はね、3000人なんですけど、なんか3000人本当もう程遠いなと思って、まあ2000人でも別に僕の感謝の気持ちなんでね。はい、2000人突破で、源田モデルの黄色いね、エンディングで流れてるあれプレゼントします。で、さらに1万人突破したら、デサントのグローブと、翔平 TV シャツが2枚と、 SSK のインソールが1つと、あと翔平 TV キャップが、これ違うけど、翔平 TV キャップが1個か2個かとか、まあもろもろなんか用意があるそうなんで、モンタナさんで。はい、なんでその辺ちょっとお楽しみにということで、まあ8月9月10月ぐらいかな、そういうのが多分ラッシュになると思うんで、ぜひとも翔平 TV の登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。今翔平 TV 見てる人の割合で、登録してる人 5% です。登録してない人 95% っす。どういうことやねん。はい、なんでできれば登録をしてもらって見てほしいと思います。はい、そしてね、いいなと思ったら周りの方に勧めてもらって、なんとしてでもね1万人いって、まあ、それ以上も行きたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。というわけで、本日は翔平 TV が誕生日を迎えて30歳になっちゃったーっていうね、動画でした。翔平 TV おめでとうって思った方は、じゃあチャンネル登録とコメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよろしく、30代さよなら20代。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ今並行してモンタナさんの源田モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、源田グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします。革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。